逃げ出すってとこもあるか。少しは強くなったのか。逃げ出すってのもあるか。勝ったな。
ベスターポートの登録を完了しました。サンズどもめに今度こそ生き残った人間を根絶やしにするつもりか。話せば長くなる。また今度ゆっくり説明してやるわい。モンスターの中でも人類にとって最悪の敵、今はそう覚えといてくれりゃいい。ほんの数人の生存者が暮らす小さなキャンプだったんだけどね。水量は激減してたけど、まだ水の枯れていない井戸があって、ここらを旅する者たちにとっては貴重な補給場所だったの。他のキャンプが心配だわ。急いで調査して。レーダーに反応あり。大型の飛行物体が接近中。サンズかもしれません。ロンセットデータベースに該当モンスターを確認。手配名称エスデリバラ。賞金額3000ゴールド。サンズに分類されている標的です。サンズが相手じゃ勝ち目はうるせえ。これまでか。モンテッドされてるってこいつを倒せば賞金をもらえるってことだ。賞金。お待ちください。それを降りたら街があるところに来まして、アニオンレースがそのようにお知らせを送られています。おお、ハロータイマイ賞金くらい。アイアンベース始まって以来の大盤振る舞いだ。そうね。それで人類滅亡が防げるなら賞金なんてお安いご用。だから勝ち。お前さんのその戦車でサンドをぶっ倒してみせろや。サンド、この世から消し去ってやる。
アイアンベースは正式にあなたを基地居住者と認定しました。これからは基地に自由に出入りすることが可能になります。メニューの中から転送を選んでください。サンズを倒すなんてやるじゃない。久しぶりにスカッとしたわ。アイアンベースの中にあなたの部屋を用意したから好きに使ってちょうだい。自慢じゃないけどこの世界にこれほど安全で清潔な場所はまあないわよね。一風呂浴びてさっぱりしてふかふかのベッドで一休みしてらっしゃいな。その間にお前さんの戦車はわしが責任を持って整備しといてやるわい。オーマイガー、なんてセクシーなんじゃお前さんは。また会えて嬉しいぞゴージャス。お部屋に案内します。ついてきてください。たちだってもうすぐ死ぬ。じゃーん、人類滅亡。はあ、誰？彼は今日から私たちと一緒に暮らすことになった新しい仲間よ。そのくらいにしとけよ、キー。ここにある酒、一人で全部飲んじまう気か。
さいな。どうせもうすぐみんな死ぬんだ。ほっといてくれよ。変わった義手してるね。触っていい？いいじゃん、少しくらい減るもんじゃなし。どこで見つけたのこれ。うわー、なんか超かっこいいんだけど。お、意外と柔らかい。なんだこれ、こんなの見たことないぞ。俺に触るな。ポエム、後を頼むわね。私は坊やを部屋に連れてって寝かしつけてくるから。それがいい。ついでにベッドに縛りつけて酒が飲めんようにしとけ。ロッキーは孤児でな、わしとダヌトが二人で育ててきた。町が壊滅してからはすっかり世を儚んで、毎日毎日あの調子じゃよ。あれでも機械をいじらせたら天才的な才能を持っとる。優秀なメカニックになれるはずじゃ。お前さんはわしらと違って年齢も近い。ヨッキーの友達になってやってくれるとありがたいんじゃ。お部屋に案内します。ついてきてください。休みしてくるがいい。お前さんの戦車はわしがきっちりメンテしといてやる。
下2階の半分はパブリックスペースになっています。みんなで食事したり会話したりしたいときはここを使います。こちらはバーです。お酒を楽しみたいときにどうぞ。ここから個室エリアです。廊下に設置されている運動器具はいつでも使用可能です。ヨッキーは寝ついたわ。派手に吹っ飛んだ割には怪我らしい怪我もしてなかったし。いいのよ、気にしないで。バカみたいに酔っ払ってたあの子が悪いんだから。これに懲りて少しは酒を控えてくれるといいんだけど。そんなわけで、このドアがあなたの部屋の入り口です。どうぞ、ごゆっくり。できることなら、お向かいさんと仲良くしてあげてくださいね。人間って、隣人を愛するのがどうもいまいち苦手みたいですけど。この調子で飲んだくれてたら、わしらより先に行っちまうぞ。仕方ないわよ、ジンちゃん。生き残ったのは私たちだけでしょ。女の子が一人もいないんじゃ、子供も作れないんだから。生き延びたとしてもいずれ滅亡するだけか。
何か用かしら。何か用かしら。豊見の井戸の先にも調べてほしい場所があるわ。調査を続け。あの子は可愛かったな。でも死んじゃったんだろうな。もう一度会いたかったな。生きてるうちに。殴った。オイラを？そっか。それであちこち痛いのか。なんも覚えてないや。ん？何それ？変わった義手つけてるね。触っていい？ご用はありますか？そこのガレージポットに停車中の車に乗り込めば、車ごと地上に転送されます。
車に乗らずに外出された場合、あまり遠くに行くと死にます。かつてアイアンベースの周囲にはアイアンタウンと呼ばれる大きな町があった。集まってきた生存者たちが勝手に住処や店をこしらえていくうちに、なんとなく大きくなって、サンズの襲撃を受けた時、ここから逃げ出した人間たちもたくさんいたはず。アイアンタウンは壊滅したけれど、逃げ出した住人たちの一部はどこかでまだ生きているかもしれない。町がモンスターの襲撃を受けたのはあれが初めてだったわけじゃ。だから心のどこかで鷹をくくっていたかもしれん。今度もじゃな。この間の襲撃は違った。それまでとは桁違いの凄まじい攻撃じゃった。おそらくほとんどの住人は逃げ出す間もなく殺されたに違いないと、わしは思う。そんなこと言われなくても分かってるわよ、ジンちゃん。人間だもの、きっとどこかでゴキブリ並みにしぶとく生き抜いてる。そんな奴らがいるはずよ。大破壊が起きる前、人類の文明は繁栄を極めていた。乱獲や乱伐、密猟やら汚染やら、環境破壊によって無数の動植物を絶滅させてきたそうです。ところが今や人類そのものが絶滅危惧種になりました。皮肉な話ですね。何とでも言いなさいな。でもだからこそ見つけてきてほしいの。絶滅危惧種となった人類の希少な生き残りを頼んだ。このゾーンに出現すると思われるウォンテッドモンスターの情報を送信しておきますね。送信した情報は戦歴コマンドからウォンテッド情報。最強のモンスターハンターを育てる実践訓練プログラム、メインメニューから凄腕への道を選んでみてください。凄腕チャレンジと呼ばれる課題を一つ達成するたびに、手に入れたポイントをうまく割り振れば人類史
嫌な予感がする。このまま勝ち続けてやる。片付けてやる。よし、先を急ごしたって実感はないが。嫌な予感がする。
勝ち続けてやる。はしない。楽勝ってわけにいかないそうだな。逃げ出すって手もあるか。よし、先を急ごう。成長したって実感はないが。
行くぞ。そして借りを返させてもらう。勝ったな。
容赦はしない。このまま勝ち続けてやる。容赦はしない。逃げ出すってとも。人類を代表して借りを返させてもらう。嫌な予感がする。完了しました。
わけにはいかなそうだな。これで少しは強くなったのか。人類を代表して借りを返させてもらう。俺はお前らを倒す。もうすぐビッグアトリウムにたどり着けそうですね。生存者が見つかるといいのですが。ところでデス・デリバラーとの戦いであなたが手に入れたデリバラー光線砲、あれはすごい SE ですよ。もう装備して使ってみましたか？ SE というのは特殊装備のことで、大砲でも機銃でもない第三の兵器です。あなたの愛車アールウルフには SE を装備できる穴が開いているはず。デリ、恐るべき敵を倒せば恐るべき兵器が手に入り、もっと恐ろしい敵を倒せるようになるかもしれません。毒を持って毒を制すですね。容赦はしない。勝ったな。
かく生存者のキャンプに近づいたのに、また三十。まさか奴ら待ち伏せしとるのか。生き残った人間が現れるの。おめでとう。アトリウムと呼ばれてた生存者のキャンプが近くにあるはずよ。瓦礫の山だけか。ここも壊滅したみたい。瓦礫の山の中に穴のようなもの。調べてみるよ。了解。気をつけて。
廃墟の瓦礫の中にはこのようなリメインズが残っていることがあります。リメインズの内部は脆くて狭いため戦車で中に入ることはできませんと、メインメニューからトラベルを選べばマップを見たり一瞬で入り口に戻ったりすることができます。一瞬で片付けてやる。このまま勝ち続けてやる。片付けてやる。
片付けてやる。はしない。
存者が発見できず残念です。次の生存者キャンプに向かってください。代表して彼を返させてもらう。よし、先を急ごう。素早く確実に。よし、先を急ごう。新しい車を入手したようですね。データを登録します。登録完了。新しく入手した車に乗ることができるようになりました。乗り降りコマンドから自分や仲間の名前を選んで丸ボタンを押すと、誰どんな装備が積まれているか、どんな装備を積めるのか、機銃は攻撃力こそ低いものの弾数無制限で撃てるので弾切れする心配がなくなりますよ。
瞬で片付けてやる。よし、先を急ごう。成長したって実感はないが。楽勝ってわけにはいかない。よし、先を急ごってわけに。よし、先を急ごう。エネルギー反応検知、分析します。ウォンテッドデータベースに該当モンスターを確認。手配名称、巡航最後、賞金額7000ゴールド、サンズではないようです。
サンズでないウォンテッドモンスターは人類を殺すことにさほど執着しないかもしれません。戦ってみて勝てそうになかったら逃げ出すことも考えてみてください。生き延びてさえいればいつか強く成長して戻ってきてリベンジすることだってできますから。時間が来たようだ。これでどうだ。これで少しは強くなったのか。
瞬で片付けてやる。勝ったな。片付けてやれ。
生き残らず片付けてやるぞ。勝ったな。一瞬で片付けてやる。このまま勝ち続けてやる。電池パックあったっけ？少しは強くなったのか。完了しました。
待って、あれは人間、生存者かもしれません。ゆっくり近づいてみてください。映像を分析してみます。見覚えのある顔だわ。アイアンタウンで暮らしてた子よ。なんて名前だったかしら。少しは強くなったのか。
えたの？あの怪物は、この雲の糸すごく硬くて弾力があるから人間の力じゃ切れないと思う。見つけたわね。うわお！でかしたぞ！なんじゃ、目に砂でも入ったのか、ダヌ。そうなの。いつもより多めに砂が。って違うでしょ？嬉しくて涙ぐんでるの。者はかなり衰弱しているようです。急いでアイアンベースに連れ帰ってください。失調ですね。雲の巣に囚われている間、絶食状態が続いていたためでしょう。命に別状はなさそうですが、回復には時間がかかります。そのうち元気になるってことか。いやー、よかったよかったなあ、ダヌ。ありゃ、ダヌがおらんの。何やっとんじゃ。トニー、本当だ、トニーだ。生きてた、トニーが。患者には安静が必要です。騒ぐなら出て行って。そうか、そうだね、出てく。なぜこの女の子の顔に見覚えがあったか思い出した。トニーはアイアンタウンで商売してたトレーダーの娘でね、ヨッキーが惚れてた子なんだ。恋人？まさか。坊やの片思いよ。多分口を聞いたこともないと思うわ。初恋ってやつかしらね。生きてた、トニーが生きてたよ。
ご用？患者には安静が必要です。たった一人でも生存者がいてくれて本当に良かった。あなた、ひょっとしたら他の場所にももっと生存者がいるかもね。キャンプを回って確かめてみて。
じゃヨッキー、整備は終わったか？バッチリさ。どれ、見せてみろ。ところどころネジの締め方がちょっと甘いが、どうか。なんじゃこのパイプは。エンジン周りを見てたら、なんだか空気と排気のパイプが居心地悪そうにしてたからさ、ちょっとつなぎ方を変えて短くして居心地良さそうな感じにしてやったんだ。パイプたちも喜んでたよ。いいじゃと。驚いたな。吸気と排気の効率が良くなってエンジンの馬力が上がっとる。はい、一体どこでこんな技を。なんとなくパイプたちがブーブー言ってたから、そうした方がいいかなと思って。戻さんでいい、バカ野郎。ごめんなさい。謝るな、たわけ。あんたがトニーを助けてくれたんだってな、ありがとう。結果的にはその助けてくれたわけだから、なぜってあの、その別に理由なんかないよ。別にそんなシドドモロロ、いやシモモドドロじゃないし、バカみたいに酒飲むのはやめたんだ。もう一生分飲んだ気がするし。何言ってんだよ。そんなんじゃないんだってば。もうオイラはただこれからはちゃんとして役に立つ人間になりたいんだ。だからオイラも連れてってよ。あんたと一緒に戦いたいんだ。